ここからは特集です。いよいよ夏本番ということで、道内の最新かき氷事情を中村アナウンサーが取材しました。じりじりと照りつける強い日差し、あの手この手で暑さをしのぐ人の姿を多く見かけるようになりました。そんな夏に食べたくなるのがかき氷ではないでしょうか。民間の気象会社がアイスクリームかき氷と気温の関係を調べたところ、30度でかき氷の需要が3割を超え、そこから一気に増加していくことが分かりました。夏本番を迎える北海道、この夏話題のかき氷店に行ってきました。まず訪れたのは東京の人気店がプロデュースするミルクベース。道内ではまだ珍しいという通年営業のかき氷店として先月オープンしました。冬でも結構ストーブの前でアイスを食べたりですとか、意外と道民の方々寒い中でも冷たいスイーツ召し上がると思うので、もしかしたらこれは何かチャンスになるかもしれないというところで。では早速注文。ありがとうございます。大きい、見てください、このボリューム感。いただきます。氷にもしっかり味がついていて、でこの上のクリームエスプーマが酸味が効いてて、かき氷っていうよりなんだろう、スイーツ食べてるような感覚です。見た目のインパクトはもちろん、この店の特徴はかき氷の中身。中もね、ほら氷だけじゃないんです、いろいろ入ってます。ピスタチオのクランチ、ベリーソースまで出てきました。上段中段下段とこう食べ進めていくごとにサプライズがあるような、旬のフルーツでしたり、フルーツを使ったソースでしたり、あとはそのピスタチオクランチのような食感のあるものが入っています。そういったことでこのボリュームがあってもこう飽きないでずっと食べ続けられるようなところを工夫しています。パフェなのかかき氷なのか、新しいジャンルになってくるのかなと思います。さあ続いて伺うのは、札幌で食べられるのはまだここだけという珍しい作り方をするかき氷店です。期間限定で曲がり営業しているこちらのお店、早速かき氷をいただきます。わすごい、ふわふわ、口に入れた瞬間滑らか、全然キーンとこない、優しい冷たさです。美味しい。そう、頭がキーンとしないのがこのかき氷の特徴。その秘密はこちらの機械にあります。え、液体で作るってことですか？そうなんです。え、あの、どういうこと？氷なしでもできるかき氷機という感じで、液体を入れたらもう本当即座にすぐ出てきたか、はい。実はこの機械を開発したのは上川の当麻町にある当麻電子工業、医療機器などの製造を手掛ける会社です。マイナス35度から40度で冷えたドラムがその液面を舐めるような感じで回転してるんで、水滴がついたのがそのまま、まあ、凍って、ついた氷をただ削ぎ落としてるようなイメージ。基本的にはあの冷凍庫に入れて凍るものはあのできるっていうスタイルです。なかなか北海道で作られてるのに北海道ではこの機械が普及してなかったっていうのを聞いたので、ビジネスチャンスがあるなというふうにあの判断しまして、事前に氷をあの氷屋さんから購入して準備する必要がない、そういった設備 の, あの投資の必要がないということが非常にやりやすいと。ですからあの結構キッチンカーとかあのそういうところでも使いやすいんじゃないかというふうには思います。ちなみに只野社長おすすめの使い方は、そばとかそうめんのタレを凍らせてその上にかけるっていう、氷自体がだいたいマイナス、7、8度ぐらいではできてるんで、で麺が冷えて締まってくるんですね。今年はお好みのかき氷を探して暑い夏を乗り切るのはいかがでしょうか。特集でした。